ストライクショット。こんにちは、モンストの中の笹のパッチョ、トッポナイです。夏だー。テキーラアルファ使ってみた。流用中。流用中。おいおい、サボってんじゃねえぞーということで、はい、テキーラアルファ行きましょう。はい。はい。はい。ステータスを見ましょう。見ましょう。さあ、アンチワープ、ゲージアンチ重力バリア、ダブルアビリティ、ストライクショット、ね、ら、はい、行きましょう。友情コンボ、トライデントレーザー、L。新しい。新しい友情コンボですね。上3方向に属性特大レーザーを攻撃。ん？それで撃ってみます。うん。まずはね、ちょっと、うん。初感。ですね。うん。さあ、では、レーザー出してみます。ほう。このところに大丈夫？おお、あ、なるほど。クリーチャーに当たった。多分真ん中の方にいるともっといい当たりするんじゃないか。そういうことか。うん。アンチ重力バリアとアンチワープ両方アビリティなんで。持ってます。これ横。うん、横で。ゲージでアンチ重力ですね。ナイス。はい。ストライクショット。見せちゃう。狙った方向にレーザーを放ち。うん。せっかく打てるタイミング、波動砲どうなんだっていつものか。射的ショット的に当たりますように。おお、ホーミングがちょっと分散したけど234。今ので、すごくない？ホーミングが超強かった。波動砲のホーミングのやつでしょ多分。強い。結構波動砲の方に強い時多いですけど、うん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 、それでもやばいっすよこれ、うん、それでもホーミング1個、うん、スピリチュアルの方にちょっと行ってましたからね。どうだ、どうだ。おー、3本今当たりましたね。当たりましたね。ちょっと1本が弱点に、うん、近かったですね、だいぶ、うん、もう一回、もう一回見せるかな。これで行きたい、これで行きたい。トライデントレーザー3本当たり。おー、50万ぐらい出てた。すごい、すごいね、うん、使いやすいし、なんかイザナミとかで雑魚をこうそうメテオで掃除した後にこれを放ったりするとボスに特大ダメージを与えることができそうですね、うん、ホーミングがね、うん、バラつかないので、うん、さあ、はい、テキーラのステータス見てみましょう。浴衣の天女になりました。前はこれですよ。あ、絵がもう全然違いますね。確かにおっぱいの大きさは相変わらずでございます。肌色の部分がね、だいぶ浴衣によって、ね、でもなんかセクシーさは変わらないです ね、モンストっていうのでリドラのぬいぐるみ打ってますね、うん、かわいい。射的やってんのかなかな、うん、テキラファンにはたまんねえですな。ですね。でステータスは先ほどご紹介した通りな感じで、トライデントレーザー L が新しいものになっておりますと、12312、威力結構ありますね。結構強いですね、うん、逆属性とかだとね、かなりクジナラとか、うん、いいかもしれない。いいと思います。で、狙い撃ちも良かったですよ。いいですね、これ良かったですよ。だいぶ狙い撃ちできました。はい、使いやすかったな。まあ、雑魚装置に使うのもまたありですよね。ありですね、このストライクショットは、うん、はい、はい、という感じでございました。はい、ではでは、じゃん、夏だー、テキラアルファ使ってみました。皆さん、テキラファンの皆さん歓喜ということでゲットしてみてください。はい、ではバイバイ。ご視聴ありがとうございました。まだモンスト公式チャンネルの登録がお済みでない方はチャンネル登録をぜひお願いいたします。スマホからご覧の方はこの動画の下にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そして PC からご覧の方はこの画面上にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。また私たちの公式 Twitter やモンスト公式 Twitter のリンクも概要欄にあるのでぜひご確認お願いします。それではありがとうございました。